アマテラス村岡の CO レビューよいしょ今日はちょっとロートーンで、ぬるっといきましたね。はい。あえて。いきましたけれどもね。ちょっとセクシーな感じでしたけど。いろんなバージョンあるんですよ、これ。<laughs> 今、今んところにまだ2バージョンしか見たことないですけどね。ウルトラマンバージョンもあるよ。いや、あれバージョンって言わないですよ。 あれは番外編です。ウルトラマンラジオバージョン。<laughs> <laughs> 一回あれだけでなんか尺の半分に使ってたんじゃねえかぐらいの記憶のあれが一番大好評だった説あるよ。ラジオ史上。そう。<laughs> 今、今んとこそうかもしれないですね。うん、<分>あれを超えてない。<laughs> 確かに。はい、やっぱ面白いコンテンツってのは強いもんですね。やっぱねどっちがいいんだろうね。お役立ちなのか、面白系なのかっていう。はい、まあまあまあ、CO <laughs> レジオはですね、やっぱり意外となんだかんだ、 真面目なこと話すっていうのはね。最終的にはね。はい。まあでもそれはやっぱ求められてることでもある気はするので。そうですね。いいと思います。ということで今回ですね。はい。村岡大樹、引っ越したってよああ、おめでとうございます。引っ越し大変やで。どこのターマンだんあのね、でもね。ターマンすかターマンじゃないんだけど。おはい。あの、すっげえもうアメフトできるぐらいのグランドがある。お近くに。あの、草が生えてる。それをフリー、 そういう講演がもう多分みんな多分分かる人分かる。分かる人分かるかもしれない。そういうエリア的にね。はい。マジでやばいよ。もう俺これからね、ウォーキングランジやろうと思ってあのさ、これね、ウォーキングランジい。俺が大学の時にさ、ラグビー部の人が、お昼休みに来んのよ、グラウンドに。で、こうやって喋りながら、 グランドを一往復、ウォーキングランジスの重りとか持たずに。結構きついっすよ。自重で。一往復して、帰ってくるそれ毎日やってるの。すごいなんなんだろうと思って、一回やってみたの。ウォーキングランジを自重で一往復。太ももがパンパンになって、練習、そうなんだ俺、アメフトの練習、走れなくなっちゃうぐらい、パンパンになったの。だからこれ、ラグビー部の人ってあんな太ももがパンパンなんだと思ったんだけど、はい。 グランドがあれば、はい。できるよ。はい、ウォーキングランジが。<laughs> いや、え、今更やってどうすんすか <laughs> これは。ウォーキングランジを。太ももの筋肉はね、はい。本当もう、クオリティが上がります。ライフの。クオリティを取な繋がらない上がる、上がる。いや、本当とほと太ももと人生ちょっと繋がらないと。たけしもほら、この格好とかそうだけど、はい、やっぱ、どこでもいけるでしょ。楽ですよ。はい。どこでもね。<う>パパッと。でも、もう、だんだん年とか取ってきたら、みんなも 足が重くなってくるから。動きやすい体でいるっていう。大事です。大事。も衰え知らずですよ、ウォーキングランジはね。ちょっと走りたくなるぐらいのコンディションで常にいることって大事ですよね、なんか。ンの靴とか、ナイキの靴を書いて、ウォーキングランジをしていれば、階段とかパーンって、もう三段飛ばして、パーンパーンいや、そんなアクティブな大吉さん見たことないんですよ、別に。 だけどやっぱり、はい、なんだろうね、この、<laughs> いつも車乗ってるし、の大さん <laughs> 車乗ってるんだけど、<laughs> なんかその体の、<laughs> やっぱ重要な感じがあるんだよね。<laughs> いやでも間違いないですよね。 で、検水するのとかもあだからもう。あ、の、公園にあるわけです家の下にね。はい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 。そこがいいね。うん。そこ決めてだったんですかまさかの。そう、ジムも契約したんだけど、やっぱもう今ね、エニタイムがね、どこ行っても混んでるでしょ。ああ、そうですね。もうね、フィットネス人口絶対増えてると思う20代の男性がこれだけサブスクに登録するっていうのは、いや、革命だ。時代変わってると思うんだけど、 みんな筋トレして20代の人がこう、お金じゃあ8000円とか9000円払うとして、ジムに払って飲みとか行かず、うん、いや、確かに。これはね、みんなすごい変化が起きてる素と思うんですけど。よねえー、なんで引っ越ししたんですかいや、だって、そういえば。ワンエル来たことあるもちろんで,ろんであの思い出があるあの家、もうワンエルで、奥さんと結婚して、ちょっとやっぱ、狭いやろ、ワンエル。ワンエルは狭いですね。っていうので、はい あの、やっぱ先々子供とかもでけるかもしれないから、それで引っ越したのがあるんだけど。いいですね。あとやっぱこう部屋が一部屋やっぱさ、はい、仕事の部屋が必要だったんだよ、俺は。じゃあ 2L にしたってことですかえっと 3L にした。<ー>やっぱこ子供がさ、できたら、いいね、もう一回引っ越さなきゃいけない,、ねはい。いや、そんぐらいにした方がいいと思いますね。はい、だけど、ちっちゃい。部屋がちっちゃい。<laughs> もう。三、三部屋あるとはいえ、とはいえ。それぞれはちっちゃいって話。だ、前の、あの、今言うけど、不動前の家の方が部屋はでかかった。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。俺の部屋ちっちゃくなっちゃったんだけど、だけど、部屋数が多い子供部屋とかなんだけたっていうので、もう引っ越さざるを得ませんって感じだったんだけど。なるほど、なるほど。まあでも、すごいいいですよ。うん。いいっすね。まあ、サイズと、えグラウンドと。そうあと、ここも近い。 ああ、半分ぐらいになったから。大事。距離大事。職場への距離。引っ越しね。でも今便利ですよ。もう手続き。マイナンバーカードがあるから、転出届と転入とかも、あ、もう大丈夫です、みたいな。カードにも、はい、転出がデータ入ってますんで、い転出先にこう出したら、もうすぐ、パン。いや、ありがたい。そこら辺ね、簡略化されてるのかなりありがたいですよね。だいぶ変わってきましたけど。いや、いいですね。え、もう住んでますもう、あの、住み始めましたよ、ついに。 来てください。今度、ゴールビーのみんな招いて、パーティーしようかな。レセプションパーティーだ。ええなんてレ、レセプションパーティーかレセプションパーティーって言ったら、見逃すわけにはいかなかった。細かいな。たけしもよく来てますからね。風潮前の家なんか。一番来てんじゃないですか。村岡ハウス多分一番行ってますね。この間も急に来て。退去大変だったでしょ、大樹さん絶対。いやね。 あの、村岡大輝のやばい伝説としてはね、もともと入居してたの、不動前の。<laughs> ちょっと待って、ストレー。はい。こ <laughs> れ、本当気をつけた方がいいんだけど、審査通んないの。これ、あのーはい、だ、もう会社の代表って言っても、はいはい、しそのし、審査が通んない。保証会社の。YouTube、YouTuber とか何やるかわかんないですからね。で、普通その、はい、お金の面とかの、会社の決算書を出して判断とかならわかるじゃん。うんうん、はい。出す前に落ちてたから。 んね、一部屋それで俺通んなかったそれなんか感じますね。何かが動いてますね。聞いたの石倉さんに。あの、不動産の石倉さんにね。そしたら、SNS 見られますよおおもうそれ以外ないよな、そのタイミングだったら。やっぱ YouTube を部屋で撮るとか、印象悪い。だからもう、お前もダメ。マイホームなんで私。 結構、借りてる借りてるっていうか、でもそっか、あのちっちゃい部屋、世田谷の家で。そうですね。あんなも審査もね、何もない家なんで、あれです。あれもギリギリの人も住める。ギリギリのあの生活保護 OK。すごい、本当すごいもん最低限の物件なんで。なるほどね。はい。ま、今回のお部屋はあまり、魔改造しないように気をつけてくださいね。当にみんなでもね。気をつけて、YouTube やる人ね、審査落ちると本当焦るよ。 住める場所が本当に落ちるんだってなりますよね。ということで引っ越しエピソードを置いときましてそろそろ真面目な話に入っていこうかなと思うんですけどこれねゴール B 僕も創業から関わって5年ぐらいになるんですけどよく出るランキングトップ3の中に入るのが一つですねねあありり方方やんって何やねんって。 わかるようで分かってないです、やっぱり。いや、これはいいちょっと、大樹さん、こういうの得意そうだなと思って。いい質問ですね。これも僕が聞きたいっていう感じですね。あり方って、確かに、どうすかね、はい、皆さん、使います普段。あり方がいいね、とか。あ、でも、ふ、普段は使ってないかもしれないですね。うん、その、属世間と言ったらおかしいですけど、一般の方々は。ゴール B は本当にあり方って言うんですけど、はい、確かに何なのって言われた時に結構難しい。うん 用語だけど、超重要なんですよ。うん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 。あり方と、スキル。はい。はい、その人を見るときに俺が見てるのは、うん、あり方その人と、うん、あとその人のスキル、持ってるスキルっていう見るんだけど、うん、はい。あり方は、うん、まあ、どうあるかってことなんだけどね、自分が。はい。はい、どうあるかっていうのはどういうことかっていうと、うん。何を選んでるかってことなの。おお<ー>。わかります えっと、僕ら生きてるじゃないですか。はい、生きてる生き方、あり方は生き方なんだよね。うん、どうあるか、どう生きてるかってことを見てるっていうことを言ってんだけど、うん、どう生きてるかってどういうことかっていうと、何を選んでるか、その人が、うん、ってことを見てるってことなの。うん、で、選択ってことね。はい、例えばその人が、そうだな、うん、えー、なぎらくんこの仕事やっといてって言われた時に、はい、どう対応してるか。 うん、仕事やっといてって言われたときに、この人がじゃあ例えば、はい、あちょっとごめん、今忙しいからちょっと、うん、っていう対応を選んでる。うん、はい。もしくは、あ、OK、俺がやっとくね、っていう対応を選んでる。うん、どういう対応を選んでるかを見てるってことですね。うん。何を選んでるか、そういうことなんですけど、 全部その人の選んでた、例えば、たけしが着てるものも、たけしが選んで着てるんですよ。はい、この T シャツ、はい、靴とか、帽子とか全部、棒、ね、髪型含めて、はい、その人が選んだ結果がこれなんですよね。うん、で、どういう、今日どういうふうに過ごすかっていうのも、うん、誰と会うか、何に乗ってここに来るか、うん、何をいいと思うのか、うん、誰と喋るのか、何を喋るのかっていうのを全部選んでるんですよ。はい。 で、その選び方があり方ってことなんですね。うんうん、その人の人生を決めてることなんですよ。なるほど。で、はい、この選んでるじゃないですか。選び方を見てるんだけど、うんうん、この俺たちが選んでるものの95%以上は何が選んでるかってことなんですよ。えこれが無意識なんですよ。ああ、例のね。よく出てくる無。無意識的に選んでるのが95%以上なんですよ。うん、つまり、 あり方を見てるということは、その人の無意識的にやっちゃっている選び方を見てるってことなんですよ。うん、で、これ、選んでる95%ってちょっとわかんないかもしれないんだけど、どはい、えっとね、インプットから始まってるわけ。ああ、もうそっから始まってるんですね。そ,その選んでるって例えば、じゃあ服選ぶ並んだって無意識じゃないよって思うかもしれないんだけど、うん、そもそもあなたの視界に入ってきてるもの、うん、聞こえるものっていうのは、すで、うん、にめちゃくちゃ選ばれた情報が、 え、入ってきてるのね。無意識が設定した世界のことが。うんはい、だからすごく年収10億円の人、年収10億円の人と年収300万の人では、本当に見えている世界が違うんだよね。うん、情報が違う、聞こえてるものそれはその人の無意識がどこにあるかっていうことなんだけど、どそれから始まってるから、はい、人生がその設定した無意識通りのところを、 選んじゃうっていう。で、それがコンフォートゾーンだよ、うん、コンフォートだよっていうことをよく話してるんだけど、うん、つまり、あり方っていうのは、意識とか、うん、あ、こうしようとかって思ったぐらいだったら変えられないんだよ。なるほど。だそこを変えるのがコーチングだよとかよく言ったりするんだけど、うん、クライアントさんにその、あり方の変化、介入をするわけよ、コーチングは。はい。するってことは、する側のコーチは自分のあり方を、やっぱり、うん、 いわゆる人間たちからすると良い,いとされるあり方をしている必要がある。このあり方っていうのは、うんえー、効果的というか、まあ人間として良い,いとされるあり方。うんうん、原則に沿ったあり方をしておる必要があるよ。例えば、うん、えっと、何か問題が起きた時に、あ、これは俺のせいで起きた。俺、自責100%で生きてるとか、うん、いや、これ、多分、すぐ瞬時に、こ、この人のせいです。あの人のせいです。多分、この会社の商品が悪いんですっていう、 風なのが無意識的に出ちゃう人とか、うん、うん女の人に優しくできないとかね、うん、その、そういうのもやっぱ無意識なんですよ。うん、どうしてもやっぱりその一つ一つにそれが出てきてるっていうのがあって、うん、その無意識的にやっていることすべてがあり方、うん、どうあるかってことなの。 だからすごく仲良くなった人だったら、はい、例えばたけしだったらこれを選ぶだろうなって、<ー>ずっといると分かってくるでしょ。そうですね。それはこの人の無意識を理解してきてるってことなの。はい、だからそこを見てるんだけど、なるほど。だから例えば人間力が高いなっていう人いません職場に。いますいます。なんか能力がめちゃくちゃ高いんじゃないんだけど、はいうん、なんか、 人間力高いおじさんの上司。うん、なんかこう、誰とでもいい感じで喋れる上司とかいませんでした、うん、おじちゃんでさ。すいますね。 なんか全部いい感じにしてくるやつとか、なんか何でもさらっとこなしてくるやつとかいませんいます、います。そういう人って、圧倒的にいろんな人間力のあり方、無意識が優れてるんですよ。まあ、E 級力と言ってもいいかもしれないけど。E 級力。ここが優れてる。これね、数値化できないの。例えば、慶応大学とか出てるから、これができるというわけじゃないから、だから学歴が低くても、いるんですよ。なんかこいつに任せとけば、約束を守る。 なんかいませんこいつにだったら任せて大丈夫。あいつは頭いいけど、うん、ちょっと任せんの危険かもっていませんいます。これが IQ とか学歴とかとまた別のあり方、人間力、EQ 力っていうのはこの無意識とかのところをあり方と言ってるんですよ。うん、なるほど。だここの部分が、やっぱり人間の本当の力というか、うやっぱり 人と接するじゃないですか、僕らは。人間社会、集合的な生き物なので、うんはい、ここの部分が超重要なんですよ。やっぱりこう、うん、一緒に働いてて嫌な思いをさせている人とか、うん、なんかこう、そういうストレスを周りに与えてるっていうのは、うん、必ず何かあり方に問題があるんですよ。そこを、 スキル、例えば、これもう一つの観点でスキルがあるよね。はい。できること、技術とかスキルとか知識がある人を採用するけど、あり方が、うん。なんだろうな。嘘つくとか、はいはい。なんかピンチの時に動けなくなっちゃうとか、当たり強いとかね。目を合わせて喋らないとか、はい。なんかこう、コミュニケーションが普通に取れない。あのね、一つ簡単なのは、小学校までで、はい。教えてることが、普通にできてない時、 ピンチだと思った方がいい。ピンチっていうか。ええ、その、あり方の、そう、あり方の、簡単な見方は、幼稚園とか小学生で教わったことが、できてない時にピンチと思った方がいい。なんかおかしいと思った方がいい。あ、例えば挨拶とか。そう。目を見て大きい声で挨拶しましょうねってみんな知ってるよね。幼稚園で教わるよね。それができないの。大人が。目を見て喋ってくださいって言っね、そういう方は。いるでしょ、喋っその人がめちゃくちゃきっと、 じゃあ、頭がいいとするこの人は、だからスキルはめちゃくちゃあるけど、うん、あり方は、小学校とかで教えてることができてないってこと。でも、これは数値化されないんですよ。うん、普通に。嘘をつかないとか、相手の気持ちを考えた発言ができる。うん、幼稚園とか小学生で教わりますよね。相手が嫌なことしちゃいけませんよっていうのを、今やる人いるでしょ、普通に。うん で、やっちゃうんですよ、無意識的に、これは。意識的にやってる人もいるけど、うんうん、無意識的にやってちゃ,ちゃうっていう感じですよね。なんでもそうですよね。はい。例えば、女の子ぶっちゃいけないとかね。うん,うんうんうん。まあ、その今、男女のあれ難しいかもしれないけど、はい、だから教わったじゃないですか、僕らの時は。うんうん、だけど、すごい学力が高い人が、DV しちゃうとかね。うん、自分をバカにされた時に許せな,くなっちゃうかった。ありますよね、ありますよね、そういう事件に。愛されないと思った時に人を傷つけちゃうとかっていう、うんうん えー、いわゆる道徳的な人間が小幼稚園小学生の時に教わった大事なものができないとか、うん、愛嬌がないとか、うん、っていう人がそこを埋めるために学歴とかね、うん、スキルとかをつけてる例が多いんだけど、うん、集団社会なので人間は、うん、どうしてもこっちの部分が必要で、うんうん、ここら辺をまず最初に扱ってるのがうちでやってるリブーストね。ああ、なるほどなるほど。 例えば目合わせるだけでもヘラヘラ笑ったりとか、うん、な,んかなんか余計なこと喋っちゃうとかね。うん、そういうのが起きてる、起きちゃうようになっちゃってるんだね。そこの部分が普通に大事にでえっと、これは知ってる、できる、やってるが3つあるとしたら、はいはい、えっと、みんな知ってます。うん、みんな知ってる、で、できると思う。うん、けど、やってないってことね。うん、で、この、この当たり前の部分を やってる人が、うん、いわゆるいいやり方かもしれないね。いいっすね。なるほどって感じですね。確かにその一つの指標分かりやすいです。その小学生で言われることみたいな。そうなんですよ。まあ,あれが正解ってわけじゃないかもしれないですけど、そのね、社会的な生き物としては、なんかこう、気持ちよくこうコミュニケーション取れる一つの代表的な例を教わってるわけじゃないですか。 できない時ありますしね。やっぱね。やっぱりこうなんか、意地悪したく、なんか自分がしんどい時に、うん、じゃあもう一人の同僚が楽にこう売り上げ取ってきた時になんか意地悪したいなって思っちゃう部分が自分にあるとか、うん、誰でもあると思うんだけど、うん、そこでやっぱ気持ちよく称えてあげられる人とか、うんうん、やっぱそこで負けて意地悪しちゃう人とか、うん この、やったこと自体がその人のあり方ね。うん。だから、そこを、やっぱ向き合っていくのが人間としての道だと思うんですよ。よく、何とかどうとかって言われるのは、うん、その人間のその、どうしても出てきてしまうところに対して、うん、 やっぱあり方を向き合っていくっていうのが一つあると思うんだけどね。うん。うん。だからそういうところっていうのがやっぱりすごく大事だし、あとはまあリーダーシップ取るときもそうだね。うん。自分一人がみんなと過ごすときもそうなんだけど、その上にやっぱり人とこうチームを組んでリーダーになったときに、うん。みんなを引っ張れるとか、うん、やっぱりそこの、 問題を探して、みんなで解決に導けるとか、うん、自分のリーダーシップが取れ、自分のリーダーシップが取れるようになったら、今度はみんなのリーダーシップを取れるようになってとか、うん、責任を取っていく責任があると思うんだよね。うんうん、あの、もう自分が OK で終わっちゃう人とあ、俺は自分のことはある程度できるし、元気だからみんなを引っ張れる人になってこうって、ちゃんと責任を大きくしていく人。うんうん、あの、昔の人の考えで俺が好きなのは、はい、才能ってあるじゃない はい、才能。もともと頭がめちゃくちゃいいとか、うんね、えっと、なんだろうな。いろんな、例えば野球がすごいといいとか、足がすごい速いとか、うん、力がめちゃくちゃ強い、ギフテッドとかね。はいろんな才能があると思うんだけど、うん、それを昔の人って、そいつのものじゃないとしてたの。へえ、うん。才能を、<ー>えっと、みんなのものだって捉えてたへえ、面白いですね。だから、 めちゃくちゃ頭がよく生まれたら、その頭の良さをみんなのために生かそうぜっていう考え方だね。そういう素晴らしい考えもある。素敵ですね、それ。俺は頭がよく生まれたから、ラッキーとかっていう、あまりにもセルフィッシュな、その浅はかな考えが多すぎる。やっぱり自分がほらメンタルに、が強いとかだったら、やっぱり、 じゃあメンタル弱い人たちを引っ張ってあげられるとか、うん、頭がいいんだったらその頭の良さを自分のことだけじゃなくて、うん、え少なくとも職場の人のために使おうとか、うん、よりその責任を大きくして、うん、っていうことをやっていくんだっていう考えねなるほどそれめちゃくちゃいい考え方ですねだ本来は人間ってそうあるべきだと思うんですよ、はい、そのやっぱそう,そういう生き物だと思うんでやっぱりその 野球が得意だったら野球で人を楽しませるとか、うん、かそういう人がやっぱり必要だなと思いますけどね、だから個人個人、今個人個人って言ってるけども、うん、それはもう、世の中、社会のみんなのものだっていう捉え方は結構好きなんだよね、うん、だから自分が役に立てるところで人の役に立つのが仕事、うん、っていうふうにしてるんだけど、うん、なんかね、そういうふうになってったらいいなと思いますけどね。ねいい社会になりりそうですよね、うん、よね 面白いあり方についてのテーマでございましたあり方は選び方うん、はい、選択何をしているかどうあるかどう生きてるか、うん、っていうのを見ているよということですねありがとうございますではですね毎度定番のあのコーナー行きたいと思います Q&A コーナーよ<っ>ー渋い感じでいいですね今日はね渋い感じはい行きましょう どうしようかなもうめちゃくちゃね、また質問が来ております。ありがとうございます。はい、えー、あー、ちょっとこれどうする結構、深いく不快系、いく深い系、いいんじゃないですか深い系、まあ。せっかくなんで今日じゃあ深いの1個行きましょうかはい、お願いします。ラジオネーム、孝一さん。孝一さん。自分の人生がうまくいかない原因は、幼少期に作ったネガティブな信念、思い込みだと思っています。うん。特に、 機能不全過程で育った方は特に、自分の人生を歩んでいくためには、その思い込みを外すことがとても重要だと思うのですが、うん、その具体的な思い込みを言語化した形で見つけることができません。うん、見つけることができていないので外すこともできません。オ、うん、岡さんはどうやってネガティブな思い込みを見つけ外していますか僕は機能不全過程で育った方たちはそういった思い込みを外し、そういった方々が自分の人生を過ごせるようになることが人間、日本にとって一番いいことだと思っているので質問させていただきました。 おおこれは深いテーマなんですね、これ。<laughs> これはね、はい、えっと、ちょっと何個か絡まっちゃってる発言なんですけれども、うん、はい。えっと、まず、これはね、うん、高一さんがこの状態じゃないってことです。うん。孝一さん自体が、うん、えっと、機能不全家庭で育って、その思い込みで苦しんでいるというわけではないということですね。 はい、この質問の仕方ということは。はいうん、そういった方の思い込みを外していきたいというだ、どうやってそれを外せばいいんですかっていう質問なんですけれども、うん、えっと、自分の人生がうまくいかない原因は、はい、えっと、幼少期に作った信念思い込みっていうのは、うん、えっと、僕も合ってると思います、基本的にこれは。 あの、僕らの、そういうリブーストとか、そういうセミナーでもやってるんだけども、はい、えっと、そもそも、あの、ちっちゃい時に、あなた生まなきゃよかったとかね、うんうん、生きてる価値が、お前はなんか生まれてこなきゃよかったのにって言われちゃった経験があるとかっていう人は、うん、土台、えっと、生きてちゃいけないんだって思って生きてる人がいるっていうのは、事実、僕もやっぱり何百人何千人見てきてですね、それは実際あると思うんですね。うん、で、えっと、 それを外してあげたいって思っての質問だと思うんだよね、これ、光一さんが。うん、で、なるほどえっと、それはですね、はい、あの、まず、すごく難しいんですよ。これなんでかっていうとですね、その人たちが外そうと思えるってことがまず奇跡的なんですよ。うん、ああ、当人がね。そう、その、 例えば、今、そういうふうに幸せになろうとしていた一番レッドゾーンの人っていうのは、基本的に本当に死のうとしちゃう人たちなんだけど、うん、まあ例えば、歌舞伎町とかで、東横キッズとか言われる子たちっていうのは、例えば、お兄ちゃんがホストやってて、親がいないから、お兄ちゃんに会うために小学4年生とか5年生でね、うん、あの、ト横に行って、うん、あの、オーバードーズ薬飲んで死のうとしたり、うんうん、あの、 強いお酒をね、小学校4年生で飲んだりで、生きるためにね、うん、もう4年生とか5年生で売春したりして、うん、あの、生活費稼いでみたいな子たちがあそこに集まってるわけなんだけど、うん、じゃあその子たちって基本的に多分その書いてある通り、生きてってはいけないっていうのが入っちゃってる。はい、だからこう、親の注目を集めたりするとか、うん、するためにそういう行動をとってるとかっていうのは、うん、えっと、まあ、知識としてみんな知ってきてるとは思うんだけど、うん えっと、ただそこにこう介入することっていうのは生半可な気持ちじゃできないっていうことな、うんあよ、うん、ね。なので、でね、あとはそこの単力が本当にあるかだそだ、ね。そういうのやってる活動してる人もいるんですよ。うん、例えば、本当にそういうことを本当に養子縁組みにして、もうその子 家に住まわして。で、うん、いいよって。もう全然薬とか飲んじゃってもいいけど、うん、絶対見捨てないから、うん、飲んじゃった時は言ってねって覚悟で、うんうん、一緒に住んであげて構成したっていう人を見たことあるのよ。うん、そこまでやる覚悟あるんだったら、やってもいいと思うんですけど、うん、基本的に、えっとね、めちゃくちゃ難しいんですよ。うん、あの、いや、よっぽど根深いやつじゃないですかね。そうね。だから、そう,そういう人を基本的にこう生み出さない。 うん、という方が、うん、えっと、これね、人間がどこまで人の役に立てるかっていうのは難しいところだと思うんもう俺らもまさにそういうことがやりたくてやってるんだけど、うん、やっぱりまっすぐこう自分の人生に誇りを持ってこう生きてってほしいっていうのはあるんだけど、うん、あの、やっぱりそこを心から思えていない人がそう思う。で、えっと、基本的に今の信念を外すことっていうのはできるんだけど、どういうことかっていうと、うんうん、古い信念を外して新しい信念を入れるときしかできないのね。はいはい,はいはい。で どういう時にできるか基本はできません。古い思い込みを外すことっていうのは。うん、じゃあどうやったらできるかっていうと、うん、その人が心の底から望む動機、モチベーションがあることの分野だけ、思い込みを外すことができる。うんうん、の分野だけね。まあでもそれがあればできるんですね。そう。だから本当に心から、はいうん、えっと、人生こういうことがしたい。うん、内発的なモチベーションがある分野において、うん 自分の今の信念とか思い込みっていうのが逆に働いている場合、内発的なモチベーションがある場合は古い信念を外して欲しい方の信念に書き換えることができていくっていうことなんだけど、前提やっぱり前向きに行こうとしてない人が多いんだよ。俺もここのゾーンの人と関わったことあるんですよ。何回も。やっぱりその人にこう、 俺らが関わるとよくしようとするじゃん、俺らは。そうですね。それを拒否するから。う基本的に。それがしんどい。そう。こうやってやっていくとよくなるよっていうことを、やらないようにするに決まってるじゃない。うん、だって、そうなっちゃうと自分じゃなくなっちゃうから。うん、からそういう人に対しても、変わっていけるよっていうのは、やっぱりなかなか、本当に一緒に住むとか、うん、そういうレベルの話でしかやっぱ解決はできないんじゃないかって、うん、今の時点の俺の、 知識とスキル、うんえー。やってきたことで言うと今の時点での答えはそれになっちゃうから、うんうん、例えば家族の関係が良くなかったとか、うん、親がいなかったから、うん、あのお母さんがいなかったからお母さんの愛情を求めて女の人と遊びまくっちゃってる人に対して、うん、あなたの家庭こうだからこうだよね。だからこうしたら良くなるよなんて、うん、そんなことは言えないんですよ。うん、っていうことを、えっと、 よく理解した上で、うんまあ、そこにね、こう、なんかしてあげたいっていう気持ち自体は俺は正しいことだと思うんだけど、うんうん、本当に、た、触っていいところと、うん、あの、触っちゃいけないところがあったりするので、あのー、まあ、自分自身もね、そこら辺はよく勉強してるので、うん、まあ、難しいところなんですけど、なので、ゴールビーグが基本的にこう、やってるコーチングっていうのは、うん、その、よくしていく。 行っていいって自分で思ってる人が多いです。うんうん、どっちかっていうと。だ幸せになっていいと思ってる人が対象になってて、そこに思い切れてない人っていうのはあんまりまだいないんですようん、うんで。そこのゾーンの人たちっていうのは、今の俺らではスキルが足りないっていうのと、うん、俺らが適任じゃないかもしれないってことなんで、うんまあ、かね、ねカウンセリングっぽい領域ですよ、ね。あの、俺らがそういう境遇を抜けた人じゃないから。<ー>でしょだからその人たちは、 ちゃんとそういうのを乗り越え、俺らよりもっとひどい環境を乗り越えたコーチっていうのもいると思う、ね。うん、で、その人、で今は壮絶な人生を体験している人いるじゃない。うん、そういう人だからこそ、そういう人たちが救えると思うんだよね、俺は。うん、だからそこって、なんか天命とかそういうことだと思うんだけど、うん、俺は自分はそこの人じゃないと思ってるから、うん、なので、 ま、あう一さんがどういう人なのかちょっとまだ細かくは分かんないんだけど、はい、その気持ち自体はいいと思うん。んだけど、うん、そのレッドゾーンの人たちっていうのは基本的にどこまで介入するか触るかっていうのと、うん、古い信念を捨てられるのは、えっと、前向きになろうとしてゴールに対して書き換えるときだけ、もしくは大切な人が死んじゃったとか、うん、自分が死にかけたとか、うん、その信念を書き換えないと生きていけないという場面に立ったときだけなので、そんな感じ、 簡単なことではないということは分かっておく必要があるよということですね。うんうん、いや、相当な覚悟がね、うん、いる話ですね。やっぱそこにこう介入していくっていうのは。そうなんですね。<ー>ちょっと深い話になってしまいましたけれども。いや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 なるほどと、話聞いていて、非常に勉強になりました。ありがとうございます。はい、ということで、このあたりでしょうか、はい、今回の CEO ラジオは。はい。はい、では、大樹さん、締めちゃってください。 目覚めよ日本人。